ミス、ミス、おいすーきらいです。今回は上級ブラックストーンは売れ、突破商店のシルバー商品は買えということでお話ししていきます。というのもね、大強化時代突入いたしましたということで、の潜在力覚醒ですよね、来ましたよね、潜在力覚醒、こちらになりますけども、これですね、これ純度の高い黒結晶っていうのを使って強化をするっていうもの、40強化以上の強化に使うものですね。戦闘力5リット伸びるっていうやつなんですけども、これはおそらくというか台湾版とか海外版はそうなんですけど、今出てる現状の一番エンドコンテンツと言ってもいい強化システムになるんですよ。だからまず前提と言えるのが、これ焦ってやる必要は全くないということだと思うんですよね。まずこれ前提としてあるんですが、ただそれに気づいていないという方が多いのかちょっとわからないのですが、今取引所カルフケオンのところ見るとですね、結構ブラックストーン、メンテ明け最速でここのブラックストーンが全部なくなってったんですよね。最上級とか、あとは上級ブラックストーンとか、これ登録個数見たらわかるっすけど、登録個数これ6630って、これ全然まだ少ない方っすね。全然意外と少ない方、売れてるんですよ。最安値のブラックストーン売れてるっていう状況なんですよね。結構、まあ、最上級とかも最安とかは売れてる、防具ブラックストーンも売れてるっていう感じなんですよ。なんですけど、ただこれ今、まあ結論から先言っちゃったんですけど、売った方がいいんですよ。ブラックストーンは売った方がいいと思います。というのも、吸収効率を考えれば、見ていけばわかるんですが、これ精錬所から、まあ、黒結晶精錬ってところで、まあこれ見ていきますけども、一番効率がいい上級が 6.54、ノーマルのやつが 2.51、 最上級が 0.27、まあ、上級が 0.01 みたいな感じなんですけど、これって台湾版とかと日本版比べるとわかるんですけど、吸収効率が日本版って圧倒的にめちゃめちゃ悪く今設定されてるんですよね。だいたい3分の1ぐらいっていうか3倍お金かかるみたいな感じなんですよ。めっちゃかかるっていう状況なんですね、今って。でこれ緩和が来るかどうかっていうのはぶっちゃけわからない、僕もわからないですが、それはただまあそういった状況がある中で、お金っていうのをまあ今強化頑張ってしたいってことでブラックストーンを買ってやると損してしまう、かなり損することになると思います。というのも、突破商店ですね。今回のアップデートでイベント商店ってとこ開くと、突破商店っていうのが、出ました。これパールもしくはシルバーで、いろいろ購入できるっていうものになるんですが、これね、もう僕買っちゃってるので、ちょっとお見せできないので、画像の方でお見せします。それがこちら。はい、こんな感じで、黒結晶とか、上級黒結晶とか、売られてるんですよね。結構安いんですよ、しかも。黒結晶武器が、10M。黒結晶防具28個が、20M。まあ、上級黒結晶が 25.5M、上級の防具が 51M。みたいな感じ。これ、まあ、安かねえだろって思うかもしれないですけど、ブラックストーン、これを仮に取引所のブラックストーンを最安値、まあ、最安値、さっき3万でしたっけね。武器とかだったら3万だと思うんですけど、武器3万、買います。で、それで、高純度黒結晶を作るとしましょう。上級でね。作るとしたら、だいたい5000個。5100とか5000個ぐらいかな。必要になるので、高純度黒結晶1個作るのに、1.5 億ぐらいかかるんですよ。1.5 億ぐらいかかる。ただ、このね、突破シルバー商品で購入する、黒結晶で作ると、4000万くらいで高純度黒結晶1個作れるんですね。全然コスパが違う。全く違うんですよ。で、この、突破商店、いつまでやってるかっていうと、おそらくですが、8月30日までだと思います。約1ヶ月間だと思います。っていうのも、突破商店、これはパールのやつなんですけども、おそらくまあシルバーもこのぐらいだろうと。うん。まあ、出てる間は、正直ずっと買っておきたいっていうものになるんですよ。しかも、まあ、習慣で売られてるこのボルクスの助言とか、これもね、突破商店で使うものになる。しかも、通常だと、パール。これはパールでしか買えなかったりとかするので、まあ、宝箱からは一応出るんですが、まあ、入手難度が結構高いということで、ぶっちゃけこれも買いたい。じゃあ、これを毎日買っていくと、いくらかかるんだいっていう話
になるんですよ。じゃあまず日刊のやつからいきましょう。黒結晶2種類、上級黒結晶2種類、突破復旧券100個の束1つ購入するとですね、なんと1日で 111M かかるんですね。 111M やばいですよね。なかなかワールド経営でまあ1回そうですね、いいルート辿ってまあだいたい約50万っていう平均がこの前出ましたけども、50万ですよ。なんでまあ1日 100M ぐらいはだいたい稼げるっていう計算にはなるんですけど、ただそれでも減ってってしまいますよね。しかもなんなら週間購入のやつあります。週間購入の商品買いたいとなるとこれ結構やばくなります。ボロクスの助言、ボロックスの助言5、突破復旧券束。じゃあそしたらこれを購入します。週間で購入したとして、じゃあ1週間でいくらかかるのかっていうのを計算しました。そうするととんでもない額が出てしまいました。表示します。ドン 841M ということで、これね、マジでやばい、ベラボーにかかるんですよ。なんでブラックストーンとかもうぶっちゃけもう買って売ってる余裕なんてどこにもないんですよね。むしろ売れと、もう全然毎日これを購入してった方が100億%お得なので、もうブラックストーンはまあ売っちゃう。だいたいいくらで売る、もうぶっちゃけ今2万、ちょっとそこまで計算してないですけど、2万の3000ぐらいまでは多分もう全然売っちゃっていいんじゃないでしょうかってぐらいの感じなんですよ。3万で売れたとしても利益2万7000なんで全然出てるんで、こっちで買った方が全然いいんでっていうものになるですよ。で、復旧券とかボルクスの助言とかって今後これがエンドコンテンツだと考えて、で、この辺の入手量っていうのがまあシルバーで購入できる入手量っていうのが限られてくるってことを考えると、ぶっちゃけこれも今買っておきたいんですよね。あんまし余裕ないですけど、買っておきたいっていうものになので、だ売っちゃった方がいいです。で、僕はもう最速で売っちゃったんですけど、なくなっていたんで。で、またこれちょっと今ブラックストーンの価格ってのが高くなってると思うんですよ。一回なくなったのでちょっと高くなったのかなっていう感じなんですけど、正直このブラックストーン購入するっていう流れは多分もう速攻で終わるので、もう最安とかそれに近い値段で僕は売っちゃっていいと思います。正直これは多分気づけばみんな買わなくなるんですよ、ブラックストーンとかで。余る、値が下がるっていう感じになると思うので、まあ本当に一時のなんかそのブームみたいなものでなくなっただけだと思ってるので、まあこれを見た皆さんも売っちゃった方がいいんじゃないでしょうか。そして突破の焦点、まあ頑張って購入していきましょうということになります。はい、ということでここまでお話ししてきたんですが、突破がまだ40到達していないよっていうユーザーさんもいると思います。そういう方は、ブラックストーンはまあ自分のために使うのがいいのかなといった気がします。正直そこの答え出ていないっていう感じなんですが、まあ僕が、やってた40まで到達した突破の方法としては、その高純度黒結晶、まあ純度の高い黒結晶のために黒結晶を取っておかなきゃいけないっていうことは分かっていたので、40少し前ぐらいの段階で、黒結晶を使うのをやめて貯め始めてました。で、ブラックストーンを使って40にしていたので、まあ40ブラックストーンを使って黒結晶は取っておくっていうムーブが安定なのかなといった気はするので、まあ兜族だったりとかで格が得したブラックストーンは、使うと、自分のために使って強化する、まずは40突破すると、それを目標に、やっていけばいいのではと思います。次回以降の動画で考えているのはこの、まあ、潜在力覚醒、僕ねまだこれしかやってないんですけど、まあ、大体いくらぐらいが目安なのかとか、これ実際に強化してってちょっとやっていこうかなっていう風に思います。あとのその金策とか、やっぱこの突破焦点で金かかるので、まあ今一度ワールド経営とかその辺を見直していい金策方法っていうのがないのかっていうのも、まあ配信とかでも調べていこうかなっていうふうに、まあ個人的に思ってます。ということで、潜在力覚醒の動画は次回以降お楽しみにということで、はい、これにて今回は終わらせていただきます。ということで終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜9時から12時、YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。
配信の方では質問を受け付けております。お気軽にご質問ください。よろしくお願いします。動画投稿の時間は夜20時を目安に毎日投稿しております。ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。